プロ野球選手時代は西田さん、うん、お正月っていうのはいつぐらいから体を動かすとかも。いや体はもうあの正月はちょっと休んだりしますんで、うん、でも、うん、もうその正月の前からはもうトレーニングやってます。あ、正月ちょっと休むだけで、はい、何日間ぐらいなんですか、その休むって言っても休むの2、3日ですね、やっぱり。ですよね。やっぱどんどん決めていくんですか、そのルーキーで入って、そのなんとなく自分のこのじゃあ 1、2、3 はもうしっかり休んで4からやるとか。いやいやいや、あのもう本当に休むのは、本当に休んでるのは11月の終わりぐらい。だからもう12月ぐらいからはもうキャンプに向けて動かしてる。やっぱそれはもう体がやっぱもう3日以上休むともうなまってもくるでしょうし、うんうん、だからそのまあ現役時代、うん、まあ広島の実家に帰るのも、うん、それこそあのジャージと靴とかそういうのはちゃんと持って帰って、休んでるって言ってもランニングだけはやってるって。なるほど。完全休養はないんですね。ないないない。でも野球を忘れる休みっていうのももう一日もない。な、それがその、12月前の。あ、そこで、ね、シーズン終わった、キャンプ終わった後の、そうそう、ね、そこはもう完全に、あ、休んで遊ぶ。ああ、まあメリ、そう、メリハリ大事ですよね。うん、やっぱ食生活もその、三が日だからといって、調子乗って飲み食いは、いや、それはあの、おせち料理ちゃんといただいて。いただいて。キッチン。はい、はい。さあ、ちゃんといただいて。お酒も。その時もね、いただいて。はい、また独身の選手の正月と結婚してからとまた違うでしょうしね。うん、結婚してからやっぱり、その自分の子供とか、まあ奥さんとか、シーズン中ね、あんまり家族サービスができなかったりするんで、そういうのに当てる、まあ旅行に行ったりとか、そういうのに当てるんじゃないですか。なんか、ぷっくり太って、ふくよかになって戻ってきた選手とかいます？今はもういないでしょ。今はもう、やっぱり。お、昔はやっぱり。あの、オフの間はもう丸々遊ぶっていう人が多かったですよね。前は。そう。そう、ちなみに昔で言うと、どなたが、やっぱ丸々遊ぶタイプ？自分が現役の頃は、そういう人と、自分らは、ちょっとでも体を動かしておきたいっていう人のこう、境目ぐらいですよね、自分らが。ああ、なるほど。ちょうど変わっていく、世代がこう変わっていく。あ、じゃあ、西田さんよりちょっと上の世代はもうもうみんな丸々休んでたと思いますよ。はあ。太って帰ってきたな、これ。みんな太ってましたよ。あ、そんなに遊ぶんすね、太るぐらい。あの、野球選手は、トレーニングが好きで野球選手になったわけじゃないんです。そうですね。はい、そね、野球が好きで野球選手になった。部活の時も、練習はあんま楽しくないもんな。確かに、オフはね。試合は楽しいです。特に冬のオフとか、冬の練習とかも。しんどいですね。あの、もう本当に走るのが好きで野球選手になった人はいないんです。そうですよね。はい、あと、特にピッチャーはずーっと走らされますもんね。うん、あの、走るの嫌なんだけど、これをしないと勝てないとか、そういうことで活躍できない、上手くならないっていうことで仕方なくやってるだけで。ボールそれが大好きですっていう人はいない。ね、いないですよね。ボール握ったりしだすのは、西田さんもやっぱそのトレーニングはしても、やっぱちょっと暖かくなってからでした。そのキャッチボールとかやってました、1月。キャッチボールやってました。はい。でも徹底して握らないっていう方もいらっしゃるんですか、やっぱり。もう。あの、投げ始めるとやっぱり豆もできてくるし、キャンプからじゃ痛いじゃないですか。はいはいはい。キャンプでいきなり投げ始めで思いっきり投げるともう豆が痛いんですよ。そしたらまだ投げれなくなってキャンプに行って意味もちょっとなくなってくる。だから投げときたいっていう、はあ、そこはやっぱもう個人差があるんですかね。それあると思います、はい、西島さんはもう投げときたかった、うん、あの最初からブルペンに入るんではなく、うん、しっかりあの遠投とか、うんうんうん、その低いボールでちょっと遠くにこう投げるとか、うん、そういうのをしっかりやって肩はもうバッチリできてますからブルペンです。はあ、今なんかもう初日からブルペンっていう人が多いじゃないですか。あ、多いですね。そうですね。ブルペンで肩作るっていう、はい、もうニュースでもね、出ますもんね、うん、スポーツニュースとかでも、もう初日からブルペン、うん、去年より早く。キャッチャーを立たせてとかね。落、う、合、んうん、さんとかよくテレビでも昔の見ると、俺流で、うん、もう結構あの、オープン戦も、今日はバット振らないって見るだけって言っても、あの、絶対4打席振らないって言ってもらいました。それでなんか、すごいよな。ファンは見に来てるのにみたいな。でもなんか落合さんも調整、独特の調整。見るだけ。今日は見るだけって言って。そこは、ね、勝負なのに。それぞれあれそうだよな、ピッチャーも。オープン戦もね。で、なんか、験担いで、なんかね、落合さんも三冠を取るために、なんか3日の3時。落合さん、そう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 。3時。やってましたよね。3分に。うん。うんなんかそうやプールかなんか、そうやってましたね。それぞれあった、ありますよね。背番号にちなんだとかね。うん、そうありました、西村さん、その。ありません、ね、それはないです。それはない。ユニーク練習法もよくオフの、うん、なんかその、
六郎のやつやったり、うん、金本さんが選手時代火のところでこうやってましたとか、ね、テニスだったりとかいろいろスキーをやったりとか、スキーやったりとかありましたね。でもあの野球以外のそういうスポーツをやると、うん、普段使わないところが鍛えられる、筋肉がいいと思うんですよね。言いますもんね、でもなんか昔の方がそのやっぱちょっとテレビでも取り上げられるようなユニークな、うん、面白い、絵的にも面白いの多かったけど、あれよく考えるとあれやらされてるんじゃないかな。いや僕もなんか聞きました、あれ用で1日だけそれやって、うん、あとはもうやらないとか、うん、あとよくあるのが新人がね沖縄とかのキャンプとか自主トレで大体あの昔はあの初めてのねお休みハブとマングースのやつの見に行かされたりコーチ、コーチはあのカツオのたたきを作るそうそう、あとわらでトサケンのやつで逃走シーンをみたいななんかねジャージ着た新人たちが初めてのお休みね。そうそうそう。ヘビとか巻かれたりして、ちょいちょい。時代があればね。ありますよね。昔はでもそういうの結構ニュースとかでもあったけど、今はなんかやっぱ選手たちもすごくそのまあ科学技術が進歩してるのか、なんか理にかなった練習を。びっちりなんかしっかりやってるようなイメージが。うん、あの、オフになって本当に休んでる人なんていないですよ。西村さん、自主トレはどこでされてたんですか？自主トレは、その、球団の、まあ、その、室内練習場とかでやってました。あ、どっか海外に行ったりとかいうのはあんまり？あの、沖縄、久米島にね、キャンプで、あの、自主トレで行ってたりしたんですけど、はいはい、やっぱ、騒がしいんですよね。あの、こう、バタ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 するというか、あの、ヤクルトの時、あの、ユマに行ってたんで。行ってました、ユマキャンプ行ってました。これ、マジで懐かしいですね。すごい忙しいんですよ。海外のイメージめっちゃヤクルト、ユマで、オリックス、宮古島のイメージ。そうそうそう。東京に、本拠地っていうか、家があるのに、うん、ユマに、久米島に行って、帰ってきて、で、荷物を出して、ユマに行くって、で、帰ってきて、また宮崎の、あの、サイトでキャンプ。そうだ。もう、バタバタなんですよ。なんか、2回で分けられてましたもんね。そうそう、帰ってきて、国内でもまた調整してっていう。確かにそうです。ニュースステーションでよくあの、日本の地図があって、ここにいて、あの、チームのあれがあって、ヤクルトだけポンと放ったところに。ジャイアンツ、今も2回に、宮崎のやった後、沖縄行ってますね。そうですね。そうですよね。あれ、また、やっぱ気温とか。ですか、やっぱテンション的に。あの、同じとこずっといると長いなって感じると思うんですよね。はい。体力的にはどうなんですかね、その移動があったりするのって。あの、ユマは本当に遠かったです。本当に遠い。そうですね。まず、ついてちょっと疲れますよね。で、先週からすると。まずロスに行って、ロスから、あの、ユマに行くんですよ。いや、遠いやな。それが、あの、定期便もあるんですけど、チャーター便で。はい。はいはい。またそのチャーター便のそのパイロットが、もうアメリカの人でちょっといい加減な人が。また当時はね。もう来なかったりするんですよ。ええー、来ない。じゃあちょっと機内で待ったり空港で。いやいや、機内で待ってなしに、もう振り替えです。定期便に振り替え。遅れてるじゃなくて、もう本当に来ない。来ない。とかあるんですよ。もうイライラしますね。最悪だな。で、外国結構そんな感じってなんか、外国住んでる野球選手出ましたけど、部屋のなんかこの掃除のあれとかも予約してても来なくて、なんで来ないんだって言ってもなんかちょっと予定入ったとか普通に言ってた。そういう。そういう時ってノムさんブチ切れないですか？ねえ、そういうのこそ一番。のんびりしてるから。バットで頭コーンってやられたりするんじゃないパイロットお前。お前この野郎。いや、ほんと、もう何が起きるかわからない。じゃあもうやっぱ選手としてはやっぱり国内で、やっぱ食べ物もね、その、下に合うでしょうし。食べるのはもう本当大事だと思うんで。ねえ。なんかね、母校でやる人もいればとか、社会人時代のグラウンドでやる人も、チーム何々でやる人もいたりね。ねえ。あれも楽しいですもんね。で、また最近変わってきたなっていうのは、あの、他の球団の人が集まって、自主トレを一緒にやる。誰々考えられない。昔はバチバチ。考えられない。だってしかも同一球団、リーグの宮本慎也さんに、だってそれこそもうちょっと若手の頃の坂本選手とか、そうね。だって戦うライバルに教えるって。いや、そうですよね。ギリあの、まあ、内川選手が鈴木誠也とかならリーグ違うけど。その辺もね、ちょっともう西村さんに聞くとやっぱもう昔の野球少年たちのいろいろ聞きたいことありますけども。ブーデーのメガネ男さんが西村さんに質問です。今年注目の選手と期待の若手投手は西村さん的にどの選手ですかと。ほう。
まあ今年注目期待っていうのはやっぱり去年こうブレイクした甲斐捕手、やっぱね、まあ、3年続けて一人前と言われる世界なんで、言われますもんね、はい、頑張ってほしいなと思うんですよね。今年もね、はい、いや去年はすごかったですよね。賞も取ったし、ね、数字としてもしっかり試合の出た、やっぱあの千賀投手とバッテリーの時に僕もラジオ聞いて西村さんがね、やっぱこう何度も言ってたのが、あの初のあの育成バッテリーのヒーローインタビューになるんじゃないですか今日はっていう試合もよくありましたもんね。ホームラン打って満塁ホームラン打ってそうですね、そうだそうだ、2人で同期ですよね、あの千賀投手と。いいですよね、仲良しなんですよ ね、 でなんかね、もう本当仲いいなと思うのが腰に手当ててね、こう喋ったりベンチに戻る時もちょっとこう笑顔があったりね。だって背番号3桁でやってた2人が日本シリーズで投げ合ってるって夢ありますよね。で、それにちょっと東山がね、寂しさにしてますよね。東山投手はまあちょっと、ゴールデンルーキーに入ってきたんですね。ドラ1で大学時代から。で、ちゃんとこう結果をここに ね、 ね、残してますからね。ちょっと来シーズン引っ張っていっていただきたいと思いますけど。若手のピッチャーで左でね、笠谷。笠谷さん。あのピッチャー楽しみですよね。顔もいいよ。本当に杉内投手にして。そう、似とるよね。本当にね、人気出ると思いますよ。あら。出た。辰巳のお墨付き。あともう何でも答えてくださる。あ、これはちょっとアナウンサーとしてもありがたい。はい、もう立ち止まって。それは大事よ。マスコミ。マスコミの評価で。ね、そうです、うん。あの、いつ一軍の連絡来たんですかとか言って、昨日、あの、ご飯食べた後に。ね、それね、今まだ暇やから。だんだん忙しい。そうなんだ、ね。引っ張りだもんなるとだんだん。そうそう。なるほどね。確かにそうですね。確かあれですよね。あの、和田投手に弟子入りして、そう、それかなんか。そこでやっぱりね、あの、一皮向けたというかね、ありますよね。一度も話したことないのに、思い切って勇気出して、あの、はい、お願いしますって頼んだっていう。そうです。またちょっと顔のラインもね、ちょっとだから、杉内投手に憧れ、和田投手に習ってるから、やっぱもうすごいですよね。そうね。王子様系統ですよね。そうよね。和田投手。爽やかな。はい、まあ、左で男前で行きたいと言ったら、やっぱ僕はずっと言ってる古谷投手もですね。ああ。イケメンよね。いや、いい球投げます。本当確かにそうですよね、はい。期待ですよね。あの、その若い二人のピッチャーは本当に楽しみです。あら、古谷、笠谷、谷谷コンビ。谷谷コンビ。はい、これ、あるんじゃない、谷谷コンビ使われますよ、それ。いける？山コンビも見ましたしね、昔は。うん、そうね。谷谷もあってもいいじゃないですか。谷谷もあっていいよね。山田山村もあったんで。使っていいよ、谷谷コンビ。あ、使っていいですか？聞くはそういうのですよ。だけど二人が先発、いつかね、あの、一戦目古谷投手投げて勝って、笠谷投手勝ったら、いや、谷谷コンビで2連勝ですね、みたいなの。率先して使って。率先して。どんどん行きます。はい。で、流行ったらブロリバーが言い出したっていうのは率先して言って。最後持ってくる。最後持ってくる。お前はもう俺らと選手のあの、橋渡しです。そうですよね。うん。あっち側のちゃんとした方向に我々行けんけ、やっぱ。そこはちゃんと正式なアナウンサーが言ってる。正式な。こっち二人が正式な方なんだ。三沢パイプ隅屋にしろ、お前。じゃあ続きまして、ふみくんさんですね。あおちゃん、かあちゃん、西村さん、世界の三沢くん、こんばんは。こんばんは。そして明けましておめでとうございます。今シーズンもホークスジャンジャン放送してほしいです。さて、今シーズンの注目選手ですが、上林選手ですと。昨シーズン終盤戦調子を落としてクライマックスシリーズもベンチ外になり悔し涙を流した経験を今シーズンに生かしてほしいですと。トリプルスリーに近い成績を残すんじゃなかろうかとふみくんさんは言っておりますけども、はい、あの去年のね、まあ、あの、1年間フルに戦ったことがない、うん、そういうのでもう全部全力で行ったんですよ、うん、そうですね。その、あの、一年間やっぱりフルに戦うには全部全力でね、うん、あの、143試合全部いければいいんですけど、うん、あの、その前にやっぱオープン戦もあり、ね、キャンプもあり、ね、そこから全力でいってるんで、うん、そうですよね。まずレギュラーを取るためにオープン戦も。去年は、はい。去年はちょっと夏場以降ちょっと失速したっていう感じありましたけど、うん、その分、キャンプ、オープン戦はその辺うまくやりながら、うん、開幕してから、全力分あり、ちょっと言葉は悪いですが、うん、あの、ちょっと抜いたりする場面も。ペース配分も。ペース配分。うまく、言うとね。いいように言うとペース配分。ちょっと抜きながら、やっていくと、1年間いけるんじゃないかと。別に抜くからってタイマンプレスするわけじゃないですからね。力を抜いてやることで。去年でも、B 組でしたよね、最初。
キャンプ違いましたっけ、なんか、ま、あの、マサゴ、上林争いで、うん、マサゴ選手が A 組でキャンプだったけど、うん、結局開幕は上林が勝ち取ったみたいな感じで。いや、二人とも言ってました。で、あの、左右で、ね、あの、ロンティーやって、ほ、うんと松中さんと、あ、小久保さん選手がロンティーで競争してたような。選手が悔しい思いした感じか。そうですね。上林選手が。上林のフリーバッティングに衝撃を受けたのを覚えてるんですよね。去年ね。いや、すごかったですね。うん、去年すごかったんだ。あ、じゃあ本当に活躍するべくして上がってきた選手。いや俺今年一番打ってほしいな。ああ確かにな。一番がやっぱり今年いろいろね、あの固定されてなかったんでね。足もあるし。足もあるし。ね、ちょっとドキドキする。頼んだぞっていう意味を込めてやっぱり。そうね。うん、またこっから背負っていってもらわないといけないですからね、ホークスもね、またね。まあその一番っていうのもあるし、うん、やっぱ6番7番。もう怖いですよね。7番ぐらいで、その、クリーンアップでこう、チャンスでね、うん、ランナー残したところで回ってきて、ちょっと楽じゃないですか。いやいや確かに。その打順って。はい、ね。そこでやっぱ思いっきりね、やって、うん、クリーンアップになる力をつけてほしいなとも思うんですよ。やっぱ柳田選手だったり、中田翔とか、昔松井選手とかもやっぱ最初に7番とか6番で出だしますもんね、うん、若手の頃。で、やっぱ3番、4番になっていくみたいな。うん、さあ、続いてですね、はい、山口県下関市の高幸さん、青ちゃん、母ちゃん、三沢アナ、それから我らの辰巳こと西村達也さん、こんじゃんはと。今日のスペシャル番組楽しみにしておりました。早速ですが、西村さんに質問です。各球団とも今年のペナントレースに向けてスタートしておりますが、西村さんの目から見て今年のホークスの最大の敵になりそうな球団、特に注意をしないといけない球団があったら教えてください。聞きたい。聞きたい。いや、これはね、ロッテです。わあ、やっぱりやっぱり。なんかゾクッとした。いや、俺も今ゾクッとした。確かに。やっぱりそうなんですか。コーチやる。まず監督、コーチがこうガラッと変わりました。うん、そうですね。今まで、そうよ。今までこう、あまりこうチャンスがもらえなかったり、うん、こう、まあ、嫌われてるというか、うん、そういうので出る機会のあまりなかった選手、うん、ここで頑張れば、この井口政権の間、結構いい目を見るわけですよ。確かに。だからもう選手は今もう目の色変えてやってますから、これはもう怖い。うわ、監督コーチ変わると選手ある意味チャンスではあるわけですね。うん、はい、これは怖い。うわ、やっぱロッテなんですね。やっぱそれ鳥越コーチが言ったっていうのもやっぱ大きいですか。うん、それも当然大きいです。で、去年は、たまたまか、わかんないですけど、その、おととしすごい活躍した涌井投手と石川投手が不調でしたもんね。うん、石川投手が、すごい、普通に成績残せばね。うん、ね。涌井投手は、まだ、そっか、決まってないのか、メジャーのあれで。そうそうですね。うん、これは、ちょっと鳥肌立ったね。名前出てこないですけど、新外国人もね、あの、バッター入ってきましたよね。あ、じゃあ、ね、入ってきましたよね。入ってきました、違う、もう、はい。で、あの、違う選手しました。違う選手しました。すいません、ちょっと。違う、すいません。違うって言いたけど、もう、西村さん喋り出すもんやけど、これ、チョップのやつです。知らないチョップ。西村さん、チョップのやつ。CM に入り際のチョップ。でも、平沢大河選手とか、もう3年目ですし、そうね。で、どんどんね、育ててますしね。で、また、井口さんのその、まあ、監督としてのカリスマ性といいますか、うん、やっぱ若い選手がぐっとついていきたくなる士気がこう高まるチームに。あの、鳥越コーチが、はい、ロッテに行くのを決めたのは何て言ったか覚えてます？え？男が男に惚れるってなんかそんなこと言ったんですよね。言ってましたね。鳥越。確かに。うん、かっこいい。そういう男なんですよ、井口って。だって僕はあの、それこそ KBC のあの、ホークスの番組で見て、鳥越さんのインタビューみたいので、うん、あの、工藤、あの、井口さんに何て言われていくんですかって言ったら、あの、鳥越さん来ないと俺監督しませんよって言われたっつって、そのロッテ。ああ、すごい。で、それぐらいやっぱり、うん、それぐらい来てほしいっていうね。うん、あなたがいないと監督する意味ないぐらいの。でも今宮選手は鳥越さんにやっぱね、守備鍛えられて、そうね。今年一人立ちでっていうかね。いや、これやっぱロッテなんや。なんか、楽天も去年シーズン前まではノーマークな感じだったのに、むちゃくちゃね、強くて。本当に。しかも大隣投手もね、ちょっとロッテがね、キャンプの時ちょっと見てみようかっていうね、感じになってますから、これまた。大隣ね、あの、ま、前世紀のもうボールの勢いっていうかね、ないですけど、投球術ありますからね。はい。これは怖いよ、もう、うん。最下位に沈んだだけに。ねえ。やったバネがすごいと思うよ、こっから行くよっていう。北九州市小倉北区の高志さんですね。西村さんに質問です。今年のプロ野球のルールが一部変わりますね。特に敬遠の場面で、今年からは申告制になりますが、西村さんはどう思いますかということで、あの、1月10日に、
開かれる日本野球機構の規則委員会で正式決定し、翌1月11日のプロアマ合同の規則委員会で公認野球規則へ記載することが決まるということですけども、これも賛否ありますが、どうですか？敬遠をね、したところで、その敬遠がうまくいかずにサヨナラ暴投で負けたりとか、うん、ありますよね。ヒットとかも。そういうのがなくなるっていうのはちょっと寂しい気がするんですよ、ね。確かに。新庄さんだったり、敬遠のボールをね、サヨナラヒットを打ったりとか。いろんな伝説がありましたもんね。それもドラマーですもんね。うん。クロマティがね、敬遠のボールをサヨナラ。ありましたよね。あのサヨナラ、ライトオーバー。そうですよね。打ちましたね。はい。うん、だからそういうのがなくなる。ね。なんかイチロー選手も、ね、メジャーではね、もう導入されてて、あの間が、いいんだ。だってあの、ね、天才バッターというか、好打者の読み、うん、なんか味わえる、あの、4球投げる間の、ピッチャーの屈辱と、うん、あの、ブーイングがあるわけ、うん、ピッチャーと、ピッチャー屈辱的なわけじゃないですか、うん、勝負しない。で、バッターの優越感の、あの数秒が、たまらないのにっていうのはやっぱ、うん、確かに、ね。あの間がいいという。ね、それスピードアップ。4球投げるのいやそう、ね、何分ですかね、うん、いや本当そうですね。しかもそう敬遠ってね、しかも敬遠ってポンポン投げますしね、うん、何分、試合に何分、ね、4球投げるの何分かな、これピッ2分ないんじゃない、うん、あるかな、ね、いやないんじゃないですか、敬遠ですからね。で別に 1回の試合でそうあるものでもないですね。スピードアップはやたらここ10年ぐらいで、うん、なんかベランダと喋ったらどうとか、うん、何秒以内にとか、そこもまたファンからすると面白いんですよね。いやあのピッチャーもボールもらって、あのキャッチャーから帰ってきて次投げるまでね、何秒とか15秒だったかな、うん、なんかそんなの、だから野球は秒数、ね、タイムレースじゃないのが良さというか、いやその間が勝負なのに、うん、そうですよね、駆け引きの一つですもんね。すぐ行ってバッターがおーってなるのとか、うん、で間を開けて考えさせるとか、うん、それもまた勝負の一つなのに、そうですよね、うん、そうですよね、うん、じゃあ西村さんからするとちょっとな、ちょっと寂しいね、ドラマが生まれづらくなったな。賛成っていう人あんまり今聞かないですけど、甲子園もあれだって本当何分だもんね、え、うん、ファンからするといやいいよ待つよっていうところもね、うん、あります。延長、うん、そうですね、甲子園も延長何回ならないように、あのタイブレークとかエキストラみたいに導入されますよね。あ、甲子園春の選抜からですね、あの、あのいきなり二塁三塁から始まるやつね。過保護になってきよう。どんどん過保護になってきよう、ね。怪我とかね、延長投げて肘がとかいう。結果ね、そこでドラマがいくつ、そうですね、うん、潰れていくのかっていうところもありますけども。さあ、続いて、マウンドの板さんですね。ブルーリバーのお二人、三沢さん、西村さん、明けましておめでとうございます。ありがとうございます。一般的な会社だと、その会社の製品を社員割引で買えたりしますが、例えばヤクルトスワローズに入団すると、乳酸菌飲料が飲み放題とか、ソフトバンクホークスに入団するとネットやスマホが使い放題とかあるんでしょうか。はい、その通りです。おヤクルト飲み放題です。飲み放題です。おジョアムですか。はい飲み放題です。うわ、もう裏置いてあるんですか、そのもう。はい、その飲み放題だけど対戦相手にも配りますし差し上げるんですね。はい、ロッテはじゃあガムとか。はいはい、そうそう、あのロッテは毎回ベンチに置いてあるんですよ。あ、置いてある、ガムが。であの記者の人も食べていい。ヤクルト飲み放題だけど、その試合中飲み放題っていうだけで家に飲まないですからね。そうですね、家に何パックかタダでくださいとかはダメなんです。それはダメです。あ、なるほど、その場で、はい、それはダメなんですね。そこにあるものを飲んでいいよ、飲み放題っていう、はい、持って帰ってもいいんですか。こっそり分かっ、一本ぐらいだっていいんじゃないですか。あ、常識の。そんなこう、箱ごと持っていくと、おいおいおいってなると思う。そうですよね。ホークスもでもなんか、それぞれなんか iPad みたいなのもらえるって聞きません、うん、データの、うん、それでまた見れるとかね。うん、言いますけどね。はい、どこが一番ある、ね、楽天は楽天のポイントカードとかつくんすかね、パーセントのあの。いや、そこは、ちょっと取材しといてみさ、それ。いや、どうだ、ね、つくやろ、楽天よ。いやいやいや。楽天カード、いや、でもポイントとかなりだしたらもう。そこで差つけちゃ、ね、まあ、金銭的に近くないですか、ポイント。割引はあるとはしても。そうそう、社員割引とそうやないと。
あ、だけど多分社員はそうやん。社割と一緒じゃないと。あ、そうか。ポイントつくになってくると、それはもうね、うん、お金じゃない。何割引きで買えるとかかな、楽天。そうじゃない。もうこれ、ちょっとシーズン入ったら、ちょっとね、聞いておきます。でもやっぱ子供からすると、ロッテとか、うわ、いいな。コーラのマーチもあるし、とかね。一番ハムとかくれるんですか。ハムくれんじゃない。あるんじゃないですか。ちょっとそれは分かんないですよ。はい。ヤクルトは飲める。はい。飲み放題。飲み放題。いいですね。あの、ヨーグルトとかね、ね、野菜ジュースもあれば。いろいろありますよね。ヤクルトだけじゃないですもんね。絶対持って帰るよ。フルーツジュースも 100% のやつも、もうそれも全部飲み放題です。タフマンもありますもんね。はい。全部飲み放題。うわぁ。そんな飲まないですから。そうですよね。はい。さすがにね。はい。営業とか行った時の俺、楽屋の水とかお茶とか持って帰るもん、やっぱり。うん、そうね。いっぱい置いてくれてる。うん、今日は本当6人組が来ると思っとんかなっていうぐらい水とか置いてくださってるイベントとかあるんですよ。コンビだけどなと思うのが、めっちゃ多いなみたいな。でかい番組やったら3種類あるけど、一人で。中華と洋と和がある。ある。2個食って1個持って帰る。こんなに大きな。みんな。あ、みんなです。だから。でも売れっ子は楽屋の弁当食べないっていうのはかっこいいさ。そう。終わってご飯食べに行く。いいもの食べに行く。だから若手にくれるっていう。売れてねえやつ。弁当持っていっていいぜって言われて。もう収録でお腹パンパンなんすかそれ。売れてない若手あるわ。先輩が弁当くれる。何の話だよ、それ。これね、マウンドの板さんでね、マウンドのピッチャーの、足元の板、プレートなんですが、どんな材質なんですか。試合中にずれたりすることはないんですかってことですけど。ずれること絶対ないです。結構、埋まってますもんね。あれね、多分、これぐらい、20センチぐらいはありますよね。ホームベースもものすごい厚いんですよ。あ、本当はね。本当は。だって大谷選手にメッセージ書いて、栗山監督が上げてましたね。マウンドのあれに書いて。西野さん、あれ、僕も一応中学の時ピッチャーしてて嫌だったの。相手ピッチャーがマウンド1個で使うじゃないですか。相手ピッチャーが左ピッチャーの時、すった穴が、この、なんでしょう。自分の時とクロスしちゃうから、ちょっと邪魔というか、ああ、それ分かります。ありますよね、なんか。ここがちょっと違うというか。そのなんか攻防戦みたいなのありますよね。俺のカッカッカみたいな。削って削ってみたいな。私よくやってたのは、その相手が踏み出します。その踏み出したその足の先をちょっと削って広くするんですよ。たら踏み込んだ足がずるってずれるんですよ。やってました、やってました。そうですね、攻防戦。それも過激ですよね。はい、右だとしても、やってました。うん、こいつの後の、あわあわ、うん、みたいな、ね。ここから投げるかね、みたいな。いや、でもそういう本当、ファンからするとわからんような細かい、まあ、当然やります。そうあるでしょうね。相手が投げにくいなと思ったらこっちの有利ですもん。そうですもんね。はい。それはもう厳しい世界ですから、はい、そのもちょっとしたことも。別にそれはズルでも何でもないですからね。ちゃんと。まあ、ルール上、ルールの中ですよね。そうですね。ロジンバックも、ポンって腫れてる人がに、中学の、マウンドに置いてくれて、どっちも使っていいような人もおれば、持って、俺しか使わんで持っていく人もいますもんね。いいやあれはどうなんですか、みんな用じゃないですね、あれは。あれだってもう最初からポケットに持ってるピッチャーもいますもんね。おるよね。うん。そうそう。いや、でも、基本は、その試合の、両投手のピッチャー使ってくださいっていう、あそこにあるもんだと思うんですよ。じゃあ、ポケットに入れてる人は天気が雨降ったりすると、自分たちで自分で用意して、自分で入れて、で、球場準備したやつはもう、はい、そっちはもう好きに使ってよ。はい、もう僕はじゃこっちでやりますから。はい、あと、西野さん、プロ野球でしたカンカンって足の裏の取るやつの、たまにピッチャーの方。はいはいああ、ドローみたいなのね。あれ、マウンドの後ろに置いてありますよね。はい、置いてます、置いてます。カンカンっていうか、ホークス、ヤフオクドームは、下こう、擦れるように、はい、なりますよね。ゴルフ場でよく見るやつね。ちょっと、尖ってる鋭利なものが。だってね、するって踏み込みがスパイクの剣がちゃんとしないと、あれですからね。いや、細かいですね。マウンドのね、あれとか、西田さん、あれは本当ね、20センチぐらいは埋まってます。埋まってますよね。だから、ずれることは、ずれることない。ないと。まさみさんですかね、聞きたいことがあります。お給料は予想と合ってますか？といきなり年俸ですよね。推定年俸ね。推定なんかね、新聞テレビとか推定で出ますけども、これ西村さん合ってないと思います。ああ全然違うんですか。それはあれより多いんですか？あれより少ないんですか？その人によると思うんですけど。なるほど。ピタリではない。大体があれより多いと思います。
あれ、今年僕、黙ってろよ。もう一度プロ野球選手の。違う。今年、な、ちょっと先行ってから行ってくださいよ。時間ないんだから、ちょっと。何じゃ、今日じゃない。その、めっちゃテンパってるじゃないですか。うん、契約更改の代表インタビューを今年やらせてもらって、ね、去年ですね、やらせてもらって、で、あれ、終わった後に記者と、その、テレビ局でこう合わせるんですよ。あ、いくらですか？大体こう、2000万円上がりましたか？まあ、そんぐらいですね。5000万円ですか？まあ、そんな上がってないです。あ、じゃあ、3500ぐらいにしましょうか。そうしようね。今年は、3500万円です。浅い。あ、え？あら！浅い。浅い。浅いんだよ、お前。言わなきゃいけない。お前は浅いボーイやな、浅いボーイ。それも含めて、言うなよっていう球団との約束があって、うん、えい？って言ってるんだから。そうですね。だから、記者の人たちが、こんぐらいでやったら、うん、へいへい、ぐらいってことですよね、もう。いや、だから、球団も、いくら上がりましたっていうと、その後から契約更改する選手の年俸がどんどん上がっていくから、うん、何々さんはいくらなのにとか、そう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 、そういう風になっちゃうから、言ってんだけど、言ってないことにしといてくれっていう。はぁ。で、言ってませんっていう。あ、言ってますっていう場合が多い。大台乗ってても、どうでしたかって言われて、行きましたか行ってませんか言ってませんって言う、ね、本人は答えるけども、うん、それは球団との約束で、行ってませんって言ったら、それ以下の、あれで、そうですね、うん、いくらぐらい、って言ってるだけで、もう元がもうスタートがもう違うから。じゃあ本当はお札の絵が描いたセンス持って、取りたくても、言ってませんっていうパターンもあるわけでね。そこなんかちょっと男のあれで、なんか、いっぱいある方が嬉しいから、ね、いや、言ってるって言いたいけどね。人もいないんですかね、やっぱそこは。だったら、くれない。なるほど。うん。言わないんだったら言うなよと。面白い、それ、親父がマジで。そういうのがあるから、くれる時の。大体、推定年俸よりもらってる。でも、今思えば余計なお世話ですよね、そんな。そうだね。有名なのって誰でしたっけ？なんか、達川さんか誰かが、なんか、あと100万か、あと200万で、奥か大台の時にもう自分で出すんでこの送ってことにしといてくれませんかねみたいなめちゃすげえな自分で出すんで出すんじゃないまあ、自分たちがやってる時に、はい、その当時の一番給料が高いだろうと言われてるのが落合さん、はいはいはい、落合さんだけは俺がやっぱり言わなきゃいけないからって落合さんは言ってた。落合さんのやつは本当だと思う。で、落合さんが引っ張っていって、で、みんなの底上げにつながればっていう。1億円プレイヤーも落合さんだし、3億円プレイヤーも落合さんだし、落合さんのだけは本当だと思う。今年もね、そのギータの年俸がそのね、4億だって言われた、もう翌日ぐらいに 5.5 って、こんな振り幅あると思って。だからもう本当にわかりませんよね。西村さんの予想だとはいくらぐらいだと思います？いやー、それも本当に柳田とその球団とのね、話し合いの中で、もういくらやるんだけど、もういくらにしとけよとか、そういう。他の選手とのバランスもあるから。あと、条件面もいろいろと聞いていただきました、中村晃選手が。で、やっぱ条件ってやっぱその細かい、なんでしょう、こうくらい出たらプラスでっていうのをちゃんと密に話すんですね、やっぱり。数字をね、そういうのをいっぱいやる人はやっぱ代理人。ああ、ちゃんと細かいから。はい。うわー。代理人を雇ってやった方がいいっていう場合もあるし、代理人を入れるからこそ、年俸が高くなれば高くなるほど、代理人入れると給料上がりにくいですよ。あ、そうなんですか。はい、だって代理人がいないとどんぶり勘定で行くのに、いくらが、これがいくらでって決めてるから。キューラもちょっと細かくなるから。そうそうそう。それ上がりにくくなる。うーわー。年俸が大きくなればなるほど。やっぱ活躍した年の契約外ってちょっとワクワクするもんなんですか？それはそうです。どうやって、こう紙で、入ってってこう見るんですか？部屋に偉い人とかいるわけじゃないですか。球団の偉い人と、そこまでは聞いたことあるんですよ。なんか3、4人で。ね、なんか呼ばれるっていうね。失礼しますね、入って。もうこの時間では間に合わないよ。今日8時間にしましょう。ね、これはじゃあ今シーズンは無理かな。もう入りきらないですよね。ちょっといろいろ聞きたいね。西村さん、保留はあります？
堀島さん自体がね。あります。西島さん、そうです、自体、うん、あります。うわぁ。それで、なんか、球団と喧嘩しちゃったらとか、っていうのも。うん、でも、ね、あんまり保留せんとさ、こいつ何も言ってこんけんと思われるけん、OK でも、ちょっとこの人が。あの、それで分かりました。でも、自分が希望してた金額とやっぱ開きがあったりすると、あの、その金額でもしょうがないっていう納得するまでの時間が欲しいじゃん。なるほど。なるほどですね。それで保留。うん。そう、続いてね、はい、八幡の常連さんですね、西村さんにお聞きしたいのですが、東山投手は楽天の則本投手のように9回を投げ切れる体になれますかねと。いや、もう、どん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 、あの、うん、体力ついていってね。そうですね。はい、やっぱこう、肉付きといいますか、ぐっと大きくなった感じもしますからね。うんうん、はい、なると思います。また今シーズンの自主トレでまた、はい。だってもう優勝旅行も初日のパーティーだけ参加して、ね、もう自主トレ、はい。浜は走ったりね。浜は走って。で、12月末までそのままハワイでやってましたからね。うん、そうですね。これともまた楽しみでございます。ちょっとだけ教えてあげると向こうは毎年各全選手と契約公開しますよね、はいはい、それが3名ぐらいいるんですよね、はいはい、こっち選手1人で年に1回なんですよ、はい、そうですね、向こう百戦錬磨なんですよ。そうか、言いくるめられてしまうんですよ。そっか、そうですね、はい、なるほど、あいつにはこの言い方がいいだろうとか、お前は僕はありがとうっつって、うん、来シーズン貸し上げたらこんぐらいあげるぞって言ったりとか、そっか、そうっすね、言いくるめられる、言いくるめられてしまうんですよ。球団もね、あっちもそれのプロでしょうからね、うん、で額がまた大きいですから、球団もそう簡単に渡すわけにはいいですね、いかないでしょうが、ですけどね、皆、うん、さんはどう思いますかということで、あの1月10日に開かれる日本野球機構の規則委員会で正式決定し、翌1月11日のプロアマ合同の規則委員会で公認野球規則へ記載することが決まるということですけども、これも聞きたい賛否ありますが、どうですか、うん、あの、敬遠をね、したところで、その敬遠がうまくいかずにさよなら暴投で負けたりとか、うん、はい、ありますよね。とかも、そういうのがなくなるっていうのはちょっと寂しい気がするんですよね。確かに。新庄さんだったり、敬遠のボールをね、さよならヒットを打ったりとか。いろんな伝説がありましたもんね。それもドラマーですもんね。うん、クロマティがね、敬遠のボールをさよなら。ありましたよね。あのさよなら、ライトオーバー。そうですよね。打ちましたね。はい、うん、だからそういうのがなくなる。ね。なんかイチロー選手も、ね、メジャーではね、もう導入されてて、うん、あの間が、いいんだ。だってあの、ね、天才バッターというか、好、うん、打者の読み、あ、なんか味わえる、あの、4球投げる間の、ピッチャーの屈辱と、うん、あの、ブーイングがあるわけ、うん、ピッチャーの。と、はい、ピッチャー屈辱的なわけじゃないですか。うん、勝負しない。で、バッターの優越感の、あの数秒が、たまらないのにっていうのがやっぱ、うん、確かに、ね。あの間がいいという。ね、それ、スピードアップ。4球投げるのに。いや、そう、ね。何分ですかね、うん、いや、ほんとそうですね。しかも、総敬遠ってね。しかも、敬遠ってポンポン投げますしね。うん。何分？ 試合に何分？4球投げるの何分かな？これ、ピッ。2分ないんじゃない？うん、あるかな？ですね。いや、ないんじゃないですか？敬遠、ね。で、別に1回の試合でそうあるものでもないですね。スピードアップはやたらここ10年ぐらいで、ね、なんか、ベランダと喋ったらどうとか、何秒以内にとか。そこもまた、ファンからすると面白いんですよね。いや、あの、ピッチャーもボールもらって、あのキャッチャーから帰ってきて次投げるまでね、何秒とか15秒だったかな、うん、なんかそんなの、野球は秒数、ね、タイムレースじゃないのが良さというか、いや、その間が勝負なのに、そうですよね、うん、駆け引きの一つですもんね、すぐ行ってバッターがおおってなるのとか、うん、で間を開けて考えさせるとか、うん、それもまた勝負の一つなのに、そうですよね、うん、そうですよね、じゃあ西村さんからするとちょっとな、ちょっと寂しいね、ドラマが生まれづらくなったな、賛成っていう人あんまり今聞かないですけど、甲子園もあれだって本当何分だもんね、え、うん、ファンからするといやいいよ待つよっていうところもね、うん、あります、ね、あれ、うん、そうですね、甲子園も延長何回ならないようにあのタイブレークとかエキストラみたいに導入されますよね、あ、甲子園春の選抜からですね、あのいきなり二塁三塁から始まるやつ、ね、過保になってきよどんどん過保になってきよ、ね、怪我とかね、延長投げて肘がとかいう、はいはい、結果ね、そこでドラマがいくつ、そうですよね、潰れていくのかっていうところもありますけども、さあ続いて、
マウンドの板さんですね。ブルーリバーのお二人、三沢さん、西村さん、明けましておめでとうございます。ありがとうございます。一般的な会社だと、その会社の製品を社員割引で買えたりしますが、例えばヤクルトスワローズに入団すると、乳酸菌飲料が飲み放題とか、ソフトバンクホークスに入団するとネットやスマホが使い放題とかあるんでしょうか。はい、その通りです。おお、ヤクルトは飲み放題です。飲み放題です。おお、ジョアマですか。はい飲み放題です。うわ、もう裏降りたんですか。そのもう、はい、その飲み放題だけど対戦相手にも配りますし差し上げるんですね。はい、ロッテはじゃあガムとか。はいはい、そうそう、あのロッテは毎回ベンチに置いてあるんですよ。あ、置いてある。ガムが。で、あのいい、記者の人も食べていい。ヤクルト飲み放題だけど、その試合中飲み放題っていうだけで、家に飲まないですからね。そうですね。家に何パックかタダでくださいとかはダメなんです。それはダメです。あ、なるほど。その場で、はい、それはダメなんですね。そこにあるものを飲んでいいよ。はい、持って帰ってもいいんですか。こっそり分かっ、一本ぐらいだといいんじゃないですか。あ、常識そんなこう箱ごと持っていくとおいおいおいってなると思う。そうですよね。ホークスもでもなんか、うん、それぞれなんか iPad みたいなのもらえるって聞きません？ね、なんかデータの、うん、それでまた見れるとかね、うん、言いますけどね。はい、どこが一番あれ、ね、楽天は楽天のポイントカードとかつくんですかね、パーセントのあの。いや、そこは。ちょっと取材しといてみさ、それ。いや、つくやろ、楽天よ。いやいやいや、楽天カード。いや、だってもうポイントとか鳴り出したらもう。そこで差つけちゃって、ね、まあ、金銭的に近くないですか、ポイント。割引はあるとはしても、そうそう、社員割引とそうやないと。楽天とか、その選手ですか、と。ほう。まあ、今年注目期待っていうのはやっぱり去年こうブレイクした甲斐捕手、やっぱね、まあ、3年続けて一人前と言われる世界なんで、ね、はい、頑張ってほしいなと思います。今年もね、はい、いや去年はすごかったですよね。賞も取ったし、ね、数字としてもしっかり試合の出た、うん、やっぱあの千賀投手とバッテリーの時に僕もラジオ聞いて、西村さんがね、やっぱこう何度も言ってたのが、あの初のあの育成バッテリーのヒーローインタビューになるんじゃないですか今日はっていう試合もよくありましたもんね、うんうん、ホームラン打って満塁ホームラン打ってますし、そうですね、そうだそうだ、2人で同期ですよね、あの千賀投手と、はい、いいですよね、仲良しなんですよ ね、うん、いいね。でなんかね、もう本当仲いいなと思うのが、腰に手当ててね、こう喋ったり、ベンチに戻るときも、ちょっとこう、笑顔があったりね。だって背番号3桁でやってた2人が、日本シリーズで投げ合ってるって夢ありますよね、ぜひ、ね。で、それにちょっと東山がね、うん、寂しさにしてますよね。東山投手は、まあちょっと、ゴールデンルーキーに入ってきたんですね、そうですよね。ドラ1で、大学時代から。で、ちゃんとこう、結果をここに ね、残してますからね、ちょっと来シーズン引っ張っていっていただきたいと思いますけど。若手のピッチャーで左でね、笠谷、笠谷さん、あのピッチャー楽しみですよね。顔もいいよ、本当に。あの投手にして、そう、ね、本当にね、人気出ると思いますよ。あら、うん、出た辰巳のお墨付き、うん、あともう何でも答えてくださる。あ、これはちょっとアナウンサーとしてもありがたい。もう立ち止まって、それは大事よ、マスコミの評価で、ね、そうです、うん、あのいつ一軍の連絡来たんですかとかって、昨日あのご飯食べた後に、ね、それね、今まだ暇やからだんだん忙しい。そうなんだよ、引っ張りだもんなるとだんだん、そうなるほどね。確かにそうですね、うん、確かあれですよね、あの和田投手に弟子入りして、そう、なんか、うん、そうでやっぱりね、あの一皮向けたというかね、ありますよね。一度も話したことないのに思い切って勇気出して、うん、あの、はい、お願いしますって頼んだっていう、うんうん、そうですまたちょっと顔のラインもね、ちょっとこだから杉内投手に憧れ、和田投手に習ってるから、やっぱもうすごいですよね。そうね、王子様系統ですよね。そうよね、和田投手、爽やかな、はい、まあ、左で男前で期待と言ったら、やっぱ僕がずっと言ってる古谷投手もですね、イケメンよね。いや、いい球投げます。本当、確かにそうですよね、はい。期待ですよね。その若い二人のピッチャーは本当に楽しみです。あら、古谷、笠谷、谷谷コンビ。谷谷コンビ。はい、これ、あるんじゃない、谷谷コンビ使われますよ、それ。いける？山コンビも見ましたしね、昔は。うん、そうね。谷谷もあってもいいです、ね。谷谷もあっていいよね。山田山村もあったんで。使っていいよ、谷谷コンビ。使っていいですか、聞くはそういうのですよ。だけど二人が先発、いつかね、あの、一戦目古谷投手投げて勝って、笠谷投手勝ったら、いや、谷谷コンビで2連勝ですね、みたいなの。率先して使って。率先して。どんどん行きます。うん。はい。で、流行ったら、ブロリバーが言い出したっていうのは率先して言って。最
そうですよ。お前はもう俺らと選手のあの、橋渡しの、うん。そうですよね。うん。あっち側のちゃんとした方向に我々意見機やっぱ。そこはちゃんと正式なアナウンサーがいて。正式な、ね、はい、うん。こっち二人が正式な方なんだけど。三沢パイプスミヤにしろ、お前。じゃあ続きまして、ふみくんさんですね。ありがとうございます。あおちゃん、かあちゃん、西村さん、世界の三沢くん、こんばんは。こんばんは。そして明けましておめでとうございます。今シーズンもホークスジャンジャン放送してほしいです。さて、今シーズンの注目選手ですが、上林選手ですと。昨シーズン終盤戦調子を落として、クライマックスシリーズもベンチ外になり、悔し涙を流した経験を今シーズンに生かしてほしいですと。トリプルスリーに近い成績を残すんじゃなかろうかと、ふみくんさんは言っておりますけども。はい。あの、去年のね、まあ、あの、1年間フルに戦ったことがない、うん、そういうので、もう全部全力で行ったんですよ。うん、そうですね。その、あの、1年間やっぱりフルに戦うには全部全力でね、うん、あの、143試合全部行ければいいんですけど、うん、あの、その前にやっぱオープン戦もあり、ね、キャンプもあり、ね、そこから全力で行ってるんで、うん、そうですよね。まずレギュラーを取るためにオープン戦も。去年は、はい。去年は、ちょっと、夏場以降、ちょっと失速したっていう感じありましたけど、その分、キャンプ、オープン戦は、その辺うまくやりながら、開幕してから、全力分あり、ちょっと、言葉は悪いですが、あの、ちょっと抜いたりする場面も。ペース配分も。ペース配分。うまく、言うとね、いいように言うとペース配分。ちょっと抜きながら、やっていくと、一年間いけるんじゃないかと。別に抜くからってタイマンプレスするわけじゃないですからね。はいはい、うん、力を抜いてやることで。去年でも B 組でしたよね、うん、最初。キャンプ違いましたっけ、なんか、ま、あの、マサゴ、上林争いで、マサゴ選手が A 組でキャンプだったけど、結局開幕は上林が勝ち取ったみたいな感じ。いや、二人とも、二人とも言ってました。で、あの、左右で、あの、ロンティーやって、ほんと松中さんと、あの、小久保さん選手がロンティーで競争してたような。選手が悔しい思いした感じか。そうですね。上林選手。上林のフリーバッティングに衝撃を受けたのを覚えてるんですよね。去年ね。いや、すごかったですね。去年すごかったんです。じゃあ本当に活躍するべくして、上がってきた選手。いや、俺今年一番打ってほしいな。ああ、確かにな。一番がやっぱり今年いろいろね、あの、固定されてなかったんでね。足もあるし。足もあるし。ちょっとドキドキする。頼んだぞって意味を込めてやっぱり。そうね。またこっから背負っていってもらわないといけないですからね、ホークスをね、またね。まあその一番っていうのもあるし、やっぱ6番、7番。もう怖いですよね。7番ぐらいで、その、クリーンナップでこう、チャンスでね、ランナー残したところで回ってきて、ちょっと楽じゃないですか。確かに。その打順って。はい。そこでやっぱ思いっきりね、やって、クリーンナップになる力をつけてほしいなとも思うんですよ。やっぱ柳田選手だったり、中田翔とか、昔松井選手とかもやっぱ最初に7番とか6番で出だしますもんね、若手のところ。で、やっぱ3番、4番になっていくみたいな。さあ、続いてですね、はい、山口県下関市の高幸さん、青ちゃん、母ちゃん、三沢アナ、それから我らの辰巳こと西村達也さん、こんじゃんはと。今日のスペシャル番組楽しみにしておりました。早速ですが、西村さんに質問です。各球団とも今年のペナントレースに向けてスタートしておりますが、西村さんの目から見て、今年のホークスの最大の敵になりそうな球団、特に注意をしないといけない球団があったら教えてください。聞きたい。聞きたい。いや、これはね、ロッテです。わあ、やっぱりやっぱり。なんかゾクッとした。いや、俺も今ゾクッとした。確かに。やっぱりそうなんですか。コーチやる、まず、監督、コーチが、こう、ガラッと変わりました。そうですね。今まで、そうよ。今まで、こう、あまりこうチャンスがもらえなかったり、こう、まあ、嫌われてるというか、そういうので出る機会のあまりなかった選手、ここで頑張れば、この井口政権の間、結構いい目を見るわけですよ。だからもう選手は今もう目の色変えてやってますから、これはもう怖い。監督コーチ変わると選手ある意味チャンスではあるわけですね。これは怖い。うわ、やっぱロッテなんですね。やっぱそれ鳥越コーチが言ったっていうのもやっぱ大きいですか。それも当然大きいです。で、去年はたまたまかわかんないですけど、その、おととしすごい活躍した涌井投手と石川投手が不調でしたもんね。石川投手が、すごい普通に成績残せばね。ね。涌井投手はまだ、そっか、決まってないのか。メジャーのあれで。そうそうですね。うん。
これは、ちょっと鳥肌立ったね。名前出てこないですけど、新外国人もね、あの、バッター入ってきましたよね。じゃあ、ね、入ってきましたよね。入ってきました、うん、はい。では、違う選手。違う選手。すいません、ちょっと。違うって言いたいけど、もう、西村さん喋り出すもんやけど、これ、チョップのやつです。白村チョップのやつ。西村さん、チョップのやつ。CM に入り際のチョップ。でも、平沢大河選手とか、もう3年目ですし、そうね。で、どんどんね、育ててますしね。で、また、井口さんのその、まあ、監督としてのカリスマ性といいますか、うん、やっぱ若い選手がぐっとついていきたくなる士気がこう高まるチームに。あの、鳥越コーチが、はい、ロッテに行くのを決めたのは何て言ったか覚えてます？え？男が男に惚れるって、なんかそんなこと言ったんですよね。言ってましたね。鳥越。確かに。うん、かっこいい、ね。そういう男なんですよ、井口って。だって僕はあの、それこそ KBC のあの、ホークスの番組で見て、鳥越さんのインタビューみたいので、うん、あの、工藤、あの、井口さんに何て言われていくんですかって言ったら、あの、鳥越さん来ないと俺監督しませんよって言われたっつって、そのロッテ。ああ、すごい。で、それぐらいやっぱり、うん、それぐらい来てほしいっていうね。あなたがいないと監督する意味ないぐらいの。でも今宮選手は鳥越さんにやっぱね、守備鍛えられて、そうね。今年一人立ちでっていうかね。いや、これやっぱロッテなんや。なんか、楽天も去年シーズン前まではノーマークな感じだったのに、むちゃくちゃね、強くて。本当に。しかも大隣投手もね、ちょっとロッテがね、キャンプの時ちょっと見てみようかっていう ね、感じになってますから、これまた。大隣ね、あの、まあ、前世紀のもうボールの勢いっていうかね、うん、ないですけど、投球術ありますからね。はい。これは怖いよ、もう、うん。最下位に沈んだだけに。ねえ。やったバネがすごいと思うよ、ここから行くよっていう。北九州市小倉北区の高志さんですね。西村さんに質問です。今年のプロ野球のルールが一部変わりますね。特に敬遠の場面で、今年からは申告制になりますが、西村さん。なんかその、うん、六郎のやつやったり、うん、はいはいはい、金本さんが選手時代火のところでこうやってましたとか、ね、テニスだったりとかいろいろスキーをやったりとか、スキーやったりとかありましたね。でもあの野球以外のそういうスポーツをやると、うん、普段使わないところが鍛えられる、筋肉がいいと思うんですよね。言いますもんね、うんうんうん。でもなんか昔の方がそのやっぱちょっとテレビでも取り上げられるようなユニークな、うん、面白い、絵的にも面白いの多かったけど、あれ、よく考えると、あれ、やらされてるんじゃないかな。いや、僕もなんか聞きました。あれ用で、一、うん、日だけそれやって、うん、あとはもうやらないとか、うん。あとよくあるのが、新人がね、沖縄とかのキャンプとか自主トレで、大体あの、昔はあの、初めてのね、おやつ。ハブとバングースのやつを見に行かされたり、コーチはあの、カツオの叩きを作る。そうそう。あと、わらで。土佐犬のやつで、逃走シーンを、みたいな。なんかね、ジャージ着たし、新人たちが初めてのお休みね。うん、そうですね。ヘビとか巻かれたりして、ね、時代があればまたね。昔はでもそういうの結構ニュースとかでもあったけど、今はなんかやっぱ選手たちもすごくそのまあ科学技術が進歩してるのか、うん、なんか理にかなった練習を。びっちりなんかしっかりやってるようなイメージが。うん、あの、オフになって本当に休んでる人なんていないです。いや、ね、自主トレはどこでされてたんですか？自主トレは、その、球団の、まあ、その、室内練習場とかでやってました。はい、あ、どっか海外に行ったりとかいうのはあんまり？あの、沖縄、久米島にね、キャンプで、あの、自主トレで行ってたりしたんですけど、はいはい、やっぱ、騒がしいんですよね。うん、あの、こう、バタ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 するというか、あの、ヤクルトの時、あの、ユマに行ってたんで。行ってました、ユマキャンプ行ってました。はい、これ、マジで懐かしいですね。すごい忙しいんですよ。海外のイメージめっちゃヤクルト、ユマで、オリックス、宮古島のイメージ。そうそうそう。東京に、本拠地っていうか、家があるのに、うん、ユマに、久米島に行って、帰ってきて、で、荷物を出して、ユマに行くって、で、帰ってきて、また宮崎の、あの、サイトでキャンプ。そうだ。もう、バタバタなんですよ。なんか、2回で分けられてましたもんね。そうそう、帰ってきて、国内でもまた調整してっていう。確かにそうです、ね。ニュースステーションでよくあの、日本の地図があって、ここにいて、あの、チームのあれがあって、ヤクルトだけポンと離れたところに。ジャイアンツ今も2回に、宮崎のやった後沖縄行ってますね。そうですね。そうですよね。あれ、また、やっぱ気温とか。ですか、やっぱテンション的にあの同じとこずっといると長いなって感じると思うんですよね。はい、体力的にはどうなんですかね、その移動があったりするのって。あのユマは本当に遠かったです。本当に遠い。そうですね、まずついてちょっと疲れますよね。で先週からすると
まずロスに行って、ロスから、ユマに行くんですよ。いや、そうやな。それが、定期便もあるんですけど、チャーター便で。はい。はい。またそのチャーター便のそのパイロットが、もうアメリカの人でちょっといい加減な人が。また当時はね。もう来なかったりするんですよ。来ない。じゃあちょっと機内で待ったり空港で。いやいや、機内で待つじゃなしに、もう振り替えです。定期便に振り替え。遅れてるじゃなくて、もう本当に来ない。来ない。とかあるんですよ。もう、イライラしますね。最悪だな。で、外国結構そんな感じってなんか、外国住んでる野球選手出ましたけど、部屋のなんかこの、掃除のあれとかも予約してても来なくて、なんで来ないんだって言ってもなんか、ちょっと予定入ったとか普通に言ってたんですよ。そういう感じ。そういう時ってノムさんブチ切れないですかねえ、そういうのこそ一番。のんびりしてるから。バットで頭コーンってやられたりするんじゃないパイロット、お前この野郎って。いや、ほんと、もう何が起きるかわからない。じゃあもうやっぱ選手としてはやっぱ国内で、やっぱ食べ物もね、その、下に合うでしょうし、うん。食べるのはもう本当大事だと思うんで。ねえ、はい。なんかね、母校でやる人もいれば、とか、社会人時代のグラウンドでやる人も、チーム何々でやる人もいたりね。うん、ねあれも楽しいですもんね。で、また最近変わってきたなっていうのは、他の球団の人が集まって、自主トレを一緒にやる。ね、誰々考えられない。昔はバチバチ。考えられない。だってしかも同一球団、リーグの宮本慎也さんに、だってそれこそもうちょっと若手の頃の坂本選手とか、そうね、守備の。だって戦うのに教えるって。いや、そうですよね。ギリ、まあ、内川選手が鈴木誠也とかならリーグ違うけど。その辺もね、ちょっともう西村さんに聞くとやっぱもう昔の野球少年たちのいろいろ聞きたいことありますけども。ブーデーのメガネ男さんが西村さんに質問です。今年注目の選手と期待の若手投手は西村さん的にプロ野球選手時代は西村さん、お正月っていうのはいつぐらいから体を動かすとかも。いや、体はもう正月はちょっと休んだりしますんで。でも、もうその正月の前からはもうトレーニングやってます。正月ちょっと休むだけで。はい。何日間ぐらいなんですか、そう休むって言っても。休むの2、3日ですね、やっぱり。ですよね。やっぱどんどん決めていくんですか、そのルーキーで入って、そのなんとなく自分の頃、じゃあ1、2、3はもうしっかり休んで、4からやるとか。いやいやいや、もう本当に休むのは、本当に休んでるのは11月の終わりぐらい。だからもう12月ぐらいからはもうキャンプに向けて動かしてる。ああ、やっぱそれはもう体がやっぱもう、3日以上休むともう生っても来るでしょうし。うん。いや、だから、その、まあ、現役時代、うん、まあ、広島の実家に帰るのも、うん、それこそ、ジャージと靴とかそういうのちゃんと持って帰って、休んでるって言ってもランニングだけはやってるって。なるほど。完全休養はないんです、ね。ないないない。でも野球を忘れる休みっていうのももう一日もない。それが、その、12月前の、あ、そこで、シーズン終わった、キャンプ終わった後の、そうそう、そこはもう完全に、休んで遊ぶ。ああ、まあ、メリハリ大事ですね。やっぱ食生活もその、三が日だからといって、調子乗って飲み食いは、いや、それは、おせち料理ちゃんといただいて。いただいて。そばキッチン。はい、はい。さあ、ちゃんといただいて。お酒も。その時もね、いただいて。はい、また独身の選手の正月と結婚してからとまた違うでしょうしね。結婚してからやっぱり、その自分の子供とか、まあ奥さんとか、シーズン中ね、あんまり家族サービスができなかったりするんで、そういうのに当てる、まあ旅行に行ったりとか、そういうのに当てるんじゃないですか。なんか、ぷっくり太って、ふくよかになって戻ってきた選手とかいます？今はもういないでしょ。今はもう、やっぱり。昔はやっぱり。オフの間はもう丸々遊ぶっていう人が多かったですよね。前は。そう、ちなみに昔で言うと、どなたが、やっぱ丸々遊ぶタイプ自分が現役の頃は、そういう人と、自分らはちょっとでも体を動かしておきたいっていう人のこう境目ぐらいですよね、自分らが。ああ、なるほど。ちょうど変わっていく、世代がこう変わっていく。じゃあ西村さんよりちょっと上の世代はもうもうみんな丸々休んでたと思いますよ。はあ。太って帰ってきたな、これ。みんな太ってましたよ。ああ、そんなに遊ぶんすね、太るぐらい。
あの、野球選手は、トレーニングが好きで野球選手になったわけじゃないんですよ。そうですね。はい。そらね、野球が好きで野球選手になった。部活の時も、練習はあんま楽しくないもんな。確かに、オフはね。試合は楽しいですよ。特に冬のオフとか、冬の練習とかも。しんどいですね。あの、もう本当に走るのが好きで野球選手になった人はいないんですよ。そうですよね。はい、あと、特にピッチャーはずーっと走らされますもんね。うん、あの、走るの嫌なんだけど、これをしないと勝てないとか、そういうことで活躍できない、上手くならないということで、仕方なくやってるだけで。それが大好きですっていう人はいない。いないですよね。ボール握ったりしだすのは、吉田さんもやっぱそのトレーニングはしても、やっぱちょっと暖かくなってからでした。そのキャッチボールとかやってました、1月。キャッチボールやってました。はい。でも徹底して握らないっていう方もいらっしゃるんですか、やっぱり。もう。あの、投げ始めるとやっぱり豆もできてくるし、キャンプからじゃ痛いじゃないですか。はいはいはい。キャンプでいきなり投げ始めで思いっきり投げるともう豆が痛いんですよ。そしたらまた投げれなくなってキャンプに行った意味もちょっとなくなってくる。だから投げときたいっていう、はあ、そこはやっぱもう個人差があるんですかね。それあると思います。はい、西島さんはもう投げときたかった。うん、あの最初からブルペンに入るんではなく、うん、しっかりあの遠投とか、うんうんうん、その低いボールでちょっと遠くにこう投げるとか、うん、そういうのをしっかりやって肩はもうバッチリできてますからブルペンです。もう今なんかもう初日からブルペンっていう人が多いじゃないですか。あ、多いですね。そうですね。ブルペンで肩作るっていう、うん。もうニュースでもね、出ますもんね、スポーツニュースとかでも、もう初日からブルペン。去年より早く。キャッチャーを立たせてとかね。落合さんとかよくテレビでも昔の見ると、俺流で、もう結構あの、オープン戦も、今日はバット振らないって見るだけっつっても、あの、絶対4打席振らないって言ってもらいました。それでなんか。すごいよな。ワンワン見に来てるのにみたいな。でもなんか落合さんも調整、独特の調整。見るだけ。今日は見るだけっつって。そこは、ね、勝負なのに。それぞれあれそうだよな、ピッチャーも。オープン戦もね。で、なんか、験担いで、なんかね、落合さんも三冠を取るために、なんか3日の3時。落合さん、そう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 。3時。やってましたよね。3分に。うん。うん、なんかそうや。プールかなんか、そうやってましたね。それぞれ、あった。ありますよね。背番号にちなんだとかね。うん、そうそうそう。ありました西村さん、その。ありません。それはないです。それはない。ユニーク練習法もよくオフの、うん